さんこんにちは。先ほどミーティングを終えました。ほむほむ相談事務所も利益をなんとか生み出したいですね。あ、どうぞ入ってください。どうも、東条小次郎だ。よろしく頼むぞ。東条さんですね。それで、今回の相談は何ですか？今回はパワプロ13の黒歴史、ミーティング理論について説明してくれ。なるほど。確かにこの理論はいろいろと問題がありましたからね。それじゃあやっていきますよ、開始です。それではこれからパワプロ13の黒歴史、ミーティング理論についての考察を開始させていただきます。ミーティング理論はパワプロ13で行うことのできる理論、決定版でも行うことはできますが、基本的に開幕版のみで行われる理論です。この理論はずっとミーティング練習を行うというもの。このミーティングを行うだけで強い選手が作成できるというものです。なるほどな。ちなみにミーティング練習ってどういうものなんだ？ミーティング練習は全経験点がアップする練習。精神練習同様怪我をせず少量の体力消費で行えます。しかも特殊能力を持っている選手と一緒に練習することで特殊能力を入手できるというとんでもない練習になっています。全部の経験点が入手できるだと。それによって誕生した選手の例がこちら。大量の特殊能力にオール A の能力、初心者でも簡単に強い選手を作れるということです。しかし初心者でも強い選手を作れるならいいんじゃないか。いえ、この理論のせいで育成の面白さが激減してしまったんですよ。なぜなら練習は全てミーティング、ひたすらにこれを行うのみ。怪我もせずに大量の経験点を入手できる。つまりパワプロの育成の面白さがなくなり、非常につまらない育成になっているということです。なるほど。確かにそれはつまらない育成になるな。これにより決定版では修正、ミーティングだけでは強い選手を育成することができなくなり、普通にサクセスを楽しめるようになりましたね。なるほど。確かにそうなると決定版でも修正されるか。ということでまとめいきますよ。ミーティング理論とはミーティング練習を行うのみの育成理論。パワプロ13開幕版では非常に多い経験点かつ特殊能力、育成の面白さを大幅に下げた要素と言えますね。なるほど。確かに育成理論がミーティングを行うだけ、これはつまらなさすぎるな。まあ、パワプロ2016でも練習方法が同じような感じになることはありますからね。他の練習があるのにそこに行く必要がない、そのような育成になってしまうとやはりつまらないのかなと感じます。いろいろな要素を追加するのもいいが、やはりバランスというのも大切だな。それじゃあ失礼する。皆さんも一度ミーティング練習のみで育成してみてください。体験するとすごいことがわかると思います。ということでこの動画を終了させていただきます。それでは、さよなら。